よろしくお願いいたします。皆さんの青春時代にもずっと忘れられない人がいると思います。それは誰ですか？今日私は青春時代の大切な人について話したいと思います。皆さんは今誰の顔を思い出しましたか？その大切な人は今あなたのそばにいればいいですが、そういう人にまた出会えていない人もいるかもしれません。たまに今どこにいるのかな、元気で生きているかな、幸せかなといろんなことを聞きたいのに、その大切な人は今私のそばにいないので答えをもらうことが できません。17歳の頃、医者になるため一生懸命勉強しましたが、結局大学に落ちてしまいました。長い時間私は立ち直れず、辛い時期を過ごしました。そのある日、夏休みボランティアグループである先輩に会って、その時から私はその先輩とよく話すようになりました。その先輩の日本での経験の話をたくさん聞きました。いろんなアドバイスをもらいました。先輩のおかげで私の人生の歩む道が変わりました。そして18歳の時、日本に来ました。その先輩に私は伝えたいことがあります。先輩、あの時はありがとうございました。先輩、今までこの人生で私は一度も後悔しませんでした。また先輩にお会いすることができないと思いますが、心から感謝します。日本での生活も2年間が過ぎました。友達もたくさんでき、おいしい食べ物を食べ、さまざまな経験をしました。本当に素敵な生活です。これからもことを迷わず、自分で選んだ道を突き進み、最後までやり抜くつもりです。皆さんの心の中にもそういう大切な人がいると私は信じています。ですから人との出会いを大切にして、素敵な空へに向かい、幸せに強く生きていきましょう。以上です。ご清聴ありがとうございました。